宮城県図書館にはマイクロフィルムリーダーが用意されていますマイクロフィルムなどに縮小して記録された情報を私たちが読み取れるよう拡大する機械のことです電源を入れマイクロフィルムをセットすると このように画面に情報が映し出されます必要な部分は著作権法などの定める範囲内で印刷することもできますとはいえちょっと面倒な気もしますどうして縮小せず元の形のままにしておかないのでしょうか宮城県図書館でマイクロフィルムリーダーが置かれている場所の一つは 新聞、雑誌、行政資料室です。マイクロ化された資料の多くは新聞であるためです。新聞は通常毎日発行され、新しい情報を私たちに伝えてくれますが、速報性を重んじている分、図書などのように製本したり閉じたりはしておらず、紙の質も通常あまり良くありません。長期保存していると散逸してしまったり、 劣化してしまったりする可能性がありますそこで新聞をマイクロフィルム化することでひとまとまりにして散らばることを防ぎゼラチンやポリエステルに定着させることで新聞紙よりも長持ちさせるのですスペースから見ても紙よりコンパクトになります巻物なので先頭から見ていくことになり 必要な記事が月の後半に載っている場合などはそこまで行き着く必要がありますが電動で動くのでそれほど時間はかかりません明治13年の宮城県に関する記事などをこのように見ることができますなおこれは著作権法第31条第1項第2号図書館資料の保存のためという規定によって可能になっています 誰でも無限に複製してよいわけではありませんのでご注意くださいまた宮城資料室にもマイクロフィルムリーダーがありますこちらは著作権保護期間が満了している資料をマイクロフィルムにしていることが多いためマイクロ化と同時にデジタルでも保存する場合があります 宮城県図書館のウェブサイト英知の森で公開しているものも多くあります資料保存などのためのマイクロフィルム化とそれを見るためのリーダーそして英知の森についてご紹介しました宮城県図書館をより一層活用していただければ幸いです